森下翔太阪神3割6分4厘2本 OPS1.062 これわらわらわら。どうなんやろ、意外と長打も増えてきた。これは牧2世、牧と夜を共にした男。マジで牧っぽい成績で草。出塁率良いのが最高、そういうタイプを求めてた。牧と夜の素振りこなしてたからな。ようやっとる。高山と違って選球番ええのが良い。くじ外して大正解だったな。4四球7三振敗、解散。4四球7三振はええやろ。まだプロの球に慣れとらんからな。それでこれなら十分。これは本物。森下、大山、サトテルではセークリーンナップ組める喜び。オープン戦の成績なんて当てにしたらあかんやろ。とはいえまあまあやれそうよな。オープン戦で打てない若手はそもそも使われないからな。ほんまええの取ったわ。出来すぎなレベルやけど。守備で計算できるのがええやん。真面目に牧とか超えそうで震えてる。ついに大山を超える右打者が出てきたか。2年目の森木は除いて全員少なくとも単年は活躍してるし普通にすごい。2011誰やったっけ、マジで忘れた。吉信2世、しっかり四球を選ぶことができてるのが大きいな。成績マートンやん。立浪5人衆の1人。え、ライトできるマートン来た。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。